こんばんは、ギャテンナです。イエーイ。はい、昨日言ってた通り今日はちょっと早くしますって言ったんですけど、今日はちょっと早くします。ふう、今日めっちゃ寒かったですね。なんか風がすごかったよね。そう、今日はすごい風がすごかった気がします。さ、寒かったなぁと。そう、めちゃくちゃ思います。明日も寒いんですかね。明日劇場公演なんですよ。久しぶりですね。なんか前出たのが11月の20日が最後やから、3週間ちょっとぶり。え、結構ぶりなんだけど。うちもうちょっとやってんのかなと思ったわ。え、意外に3週間ぶり。あ、割と久しぶりなんですね。え、意外なんだが。そっか、意外に割とこんな久しぶりにってわけでもないんですね。あ、違う違う、そんな最近やったってわけでもないんですね。そっか、11月の20日ぶり。え、20日ぶりやったっけ。そんなんやったっけ。書いてないわ。じゃあ20日ぶりなんかもしれん。あ、結構ぶりですね。そうなんだ。そんなにぶりなんだ。もうちょいやってんのかと思ってたわ、ずっと自分で。意外にそんなにやってなかったですね。でも先週、あ、こないだ先週は鉄名公演を1ヶ月ぶりぐらいにやったんですよ。で、雫公演なので、そうなんです。だから割と劇場って久しぶりなんですね。なんか割と自分の中ですごく出てるって思って言ってたんですけど、そんなことはなかったっぽいですね。あんまり劇場自体がなかったっぽいですね。呪術廻戦の特番にリンちゃん出るね。だって、嘘、そうなの。え、エキス吐いた。呪術廻戦の特番にリンちゃん出るの。マジ。え、いいな。羨ましい。うちもさ、自分が好きなことに関わる仕事してみたいんだが、一向にやったことないけど今んとこ。そうなん。知らんかったんだけど。うらやま。何？知らんかったんやけど。12月20日23時50分深夜に呪術廻戦好きが集まったら愛が溢れすぎた TV だって。まあ、うらやましいな。私ちょっと本誌じゃないからな、ジャンプ買ってないんですよね。そう、単行本コミックだから若干ね、遅れてるっちゃ遅れてるかもしんないんだよね。もうそう、本誌じゃないからさ。でもさ、いいな。羨
悔しい。そうなんだ、いいな、羨ましいんだが。うちも自分の好きな話したいな、話っていうか自分の好きな仕事にしたいな。え、だから呪術廻戦トレンド入りしてたよね今日ね。今もしてるんかな。今はしてないわ。それ今日してたよね、呪術廻戦ね。いいなぁ、羨ましい。そうなの。わお、いいですね、羨ましいですね、本当に。若干寒いっていう。好きなキャラクターありますか？なんて。呪術廻戦私トゲくんが好きです。トゲくん、私はトゲくん推しですね。そう、トゲくんが好きなんです。あ、渋谷凪沙さんも寝るんだ。あ、最近よくテレビで見ますね。もうすごい忙しいですよね。なんか何やっても見て映ってらっしゃるって感じがすごくする。そう、すでに特典の先着500万人で100億確定みたいな値だったんですけど。マジ？そうなんだ。まあ事務所入ってるからね、リンリンはね。そうそうそう。明日最高気温が1桁なんだけどって。え、そんなバナナなことあります？きつきつー、それ。そう、そうなの。超寒いじゃん。雪降るかもだって。マジ？ピエンなんだが。待ってよ待ってよ、明日外に出るんだよ私、劇場だからさ。道中寒いんだけど。トゲくん映画で大活躍が楽しみ。それな、しかもトゲくんがゼロ感のトゲくんだから、まだ髪の毛があのなんて言うんだろう、あの髪型ってなんて言うんだろう、トゲくんのなんかセンター分けじゃなくてツンツントゲくんのトゲくんっていう感じの髪型だから、すごく私はすごく私はとっても楽しみ。そう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 、ゼロ感めっちゃもろいからな。さあ、ツナマヨ。でもツナマヨってあんま言わないんだよね、トゲくんって。結構ツナツナとか、鮭はあのうんだからよく言うんだけど、ツナマヨってあんま言わないんだよね。私はおにぎりの具で一番ツナマヨが好き。ツナマヨ、おかか、鮭、昆布が好きかな。うん、そう、私はねガチの具材はね、私のガチの具材はでも一番はツナマヨが大好きで、そう、二番目はおかかか鮭か昆布、まあ、この辺同率2番目に好き。その日の気分であの変わるかなって感じ。この辺は割と同列です。大好きです。おにぎりはマジで大好き。ゼロ感買ってないの。ゼロ感超おもろいのに。あー、ゼロ感買ってないなんてかわいそうに。超おもろいのに。だからゼロ感なんて今どっかに売ってるもんなん。今映画するってなったらさ、ゼロ感買ってない人とかめっちゃ猛烈にゼロ感買いに行ってそうやけど、どうなんだろう。ちょっと最近本屋さんっていうものに行ってなさすぎて、ちょっと本屋さん事情全く知らんけど。
そう。まあでもね、あのアニメとかは自由ですから、私はもう本当にアニメ大好きマンなんで、もうひたすら暇さえあればアニメ見てるし、もうハマるとアニメしか見ないタイプの人間なので、その私はもう本当にオタクなんで、まあ、ちょっとオタクには慣れてないんですけど、オタクには慣れてない、ただのアニメ好きな人なんですけど、ちょっとオタクになりたいですね。そう、うん、どんなアニメが好き？私結構ジャンプが好きです。なんか少女漫画とか、よりかは完全にもうバトルバトルの方がすごく好きですね。そう、そういうのが割と好きですね。ちっちゃい頃とかもそれこそ、小学生の時とかはもうそれこそガンダム、シードデスティニーとか、マクロスフロンティアとか、あとブリーチも見てたし、その頃もうブリーチ大好きだったからブリーチも見てたし、あと日常系とかだとスケットダンスとかもすごく好きだった。面白くて、そう、よく見てました。あと D グレーマン、でも D グレーマンは1期までしか見てないけど、あとあのフェアリーテールもアニメは途中までしか見てない。途中から一回さ、アニメってさ、ある程度行くと終わるじゃん、そこで。でさ、また再開になったりとかするで、その再開を知らなくて、見た時びっくりする話進んでて、もう分かんなくてちょっと見るのやめちゃったんだよね、途中で。そう、ワンピースも見てるし、ナルトも見てたし、あ、残念ながらボルトは見てないんですよ。そう、なんかこの間久しぶりにテレビ見たら、クラマがなんか消えちゃうみたいなところだったんですけど、そうで、なんかナルトの中からクラマが消えちゃうから、なんかキュービの力が使えなくてみたいな、今まで超人的な強さがみたいなところをたまたま見ました。割と私はもうバトルバトルみたいなのが結構好きで、そうですね、そういうのが割と、そうですね、結構そういうのが、あ、配球とか、でもそれこそ部活系なのもあんまり好きじゃなかったんですけど、だいぶなんだっけ、黒子のバスケ見てから、そういうなんていうの、スポーツ系のアニメを見るようになって、配球とか黒子のバスケ、スラムダンク、あとフリーは途中まで見た。あと何見たかちょっと覚えてないですけど、とか、そう、あ、ダイヤのエースはね知ってるんだけど見たことはないですね。あとメジャーとかも見てましたよ、野球、五郎くん。そう、ちっちゃい頃ですけどね、それは。また五郎くんがメジャーに行ってか利き腕の肩壊して逆利きで復活してみたいな、その辺までしか知らない。そうそう、スラムダンクも今度映画するんです。それもすごい楽しみだし、ブリーチも今度千年血縁がアニメ化されるので、それもすごく楽しみだし、そうで、この今度の呪術廻戦もすごく楽しみだし、もう割とね楽しみが多くて、まあ、ルンルンなんですよねそういうのを楽しみに生きてます。ジョジョは見てます。ジョジョは一応新しいジョジョは見てないです。なんか今新しいジョジョやってるじゃないですか、 CM みたいなんでさ、どっかの配信でやってるやつかな、なんですけど、それをちょっと見てなくて、それ以前のジョジョは見ました。そう、あ、この間それこそ16周年の時に大森ちゃんとちょっと喋ったんですよ。なんか大森ちゃんがワンピースを見始めたらしくて、1話から。
今100何話ぐらい見てるらしくて、そうで、それでそのアニメの話をちょっとだけしたんだけど、そうワンピース見出したんですよみたいな感じで言ってて、そうみたいな、でジョジョも面白いですかって言うから、ジョジョめっちゃ面白いよみたいな、そう勧めたし、うんうんうん、そうだからちょっとだけね、あの合間でたまたまいて大森ちゃんとちょっとだけアニメの話をねしました、うん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 、そうあ、そうネットフリなんだ、私ネットフリ入ってないんでちょっとあれなんですよね、そうなんですけど、でもやっぱり一回ポッキリでその後見てないアニメとかも多いから、もうぶっちゃけねワンピースとかもう覚えてないところの方が多いです。でも一回しか見てない話とかもあるから、ワンピースってめっちゃ話数多いじゃん、だからあのなんていうの、一回見て見直すってなると結構きついじゃないですか。だからね、結構ワンピースとかナルトとかはもう割と昔の話だとあんま覚えてないことが多いかも、話半分。そう結構昔長いからさ、長寿アニメだから、そう結構、しかも私めっちゃいろんなアニメさすごい見てるからさ、途中途中で、そう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 あれなんだけどさ、でも映画とかは結構何回か見てるよ、やっぱエピソードオブチョッパーは大好きすぎて、チョッパーはマジで何回も見てるチョッパーは結構何回も見てます、大好きですね。映画はね割とちょこちょこっと見たりとかはしてるかな。王様ランキングは見てますか？あ、見てますよ、大好き、あれめちゃくちゃいいお話で、あちょっと今一番最新話もまだちょっと見れてないんですけど、今9話まで出てんのかな確か、で私8話までしか見てなくて、まだちょっと9話まだ見てないんですけど、あの王様ランキングは見てますよ、大好きです、めっちゃ面白い、本当にもう本当にボッチさんも最高、あ9話まで、9話があれですね、私8話まで見てます、ちょっと9話はまた後で見ようと思って、ちょっとまだ見てないですけど、うん、ガッシュは、あ見たった、あでもガッシュはガッシュベルだよね、あれはちょっとアニメしか見てないので、アニメがもうあれ途中で終わってるじゃないですか、だから私は漫画を読んでないので、アニメがあるところまでは全部見ました、はい、アニメの放送されてる分のところまでは見ました、面白いですよね、清丸だっけな、ねすごく好きです、いいお話ですよね、東京リベンジャーズは見てます、東京リベンジャーズは単行本、アニメも見てるんですけど単行本も持ってるので一応見てます、面白いですよね、マジですごい人気で本当に、うん、すごいと思います、面白いしね、フォルゴレが好き面白いよね本当にね、あのキャラクター、あの歌あるじゃん、歌やばいよねあの歌そうでも私は結構ね途中までのアニメがすごく多いから続きがすごく見たいんだけど、結構ねなんていうんだろう、一期までは配信に載ってたりするんだけど途中がないとか結構多くて、もうそれがすごいあれなんですよねあれなんですよね、わかりますかこの感じ、
あの自分が見たとこまでは配信載ってたりとかすんの、自分が持ってるやつのねアプリとかで。だけどその後を見たいのにその後がなかったり、自分が見たいアニメがなかった、それこそワンパンマンとかめっちゃ見たいのにワンパンマンなくて、私が持ってるこの、 あの有料のアプリはなくて、もう本当にショックなんだけど、はみたいなワンパンマン見たいんだけど載ってないじゃんみたいな。そうとか D グレーマンも2期かな、声優さんが変わったやつ、 絵と声優さん変わったやつも私そっから見てなくて、だけどそれ載ってないんですよ。ピエンでしょ、ピエン。本当に悲しすぎて涙が蛇口のように出かけたよ。D アニメもないです。そうめっちゃショックなんだけど。ワンパンマンめっちゃ見たいんだよね。ワンパンマン超みたいな、ワンパンチで倒すだけどめっちゃ見たいのに見られないんだよね。ほんとショックすぎるんだがショックすぎるんだが、めっちゃ面白そうなの。そうめっちゃ面白そうなんだけど、いやーないんですよね。なかなか悲しい。マジ見たいって思ってて、ちょこちょこっとは見たことあるの、ほんとちょこちょこっとね、もう一つまみ二つまみ程度しか見たことがないんですけど。そうあ、ルロケン、ルロケン続いてんの、まだ知らなかった。ルロケンもアニメと実写しか見たことがないです。本誌は見たことがちょっとなくてあれなんですけど、ネットフリ高いもん無理、月額高すぎて払えない。そう結構続きが多くて、フェアリーテールも続きで終わっちゃってるから、今さフェアリーテールさなんか違うやつやってるよね。なんかフェアリーテールなんだけど、なんかあの夏とかが主人公じゃなくて、なんか女の子みたいなのが主人公なんやってないですか。なんかこの前たまたまテレビつけた時に、そう主人公がなんか違うっぽい感じがしたんだけど、ちょっと分かんないですね、もうどんな状況って感じだけど。あれも途中なので、もうそれも早く見たいですし、そうね、本当に。そう続きがね、続きで終わってんのってちょっとさあれじゃない。だから D グレーマンマジ続き見たいんだが、2期のやつ、どこにも載ってないんだよね。それが一番ショックですね。あれね、見なくなったのはちょっとあれなんです、完全にね、ちょっと声優さんが変わってしまったから。有名な声優さんなんですよ、日記の声優さんもすごくなんですけど、あとなんか日記の D グレーマンってだいぶなんかあれですよね、綺麗ですよね、絵がシュッとしてるっていうか、そう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 。しなんかね思ったのが、なんかアレンくんがすごく、なんかあのアレンくんってもやしもやしって言ってなんかふえふえって感じしてるけど、なんかそんな感じじゃない感じがすごくしたんだけど、気のせい、予告しか見たことないからかな、ないんですけど。ちょっと見てないです。そう最近新しいアニメあんま見てないからな、あっちおすすめのアニメが特にないです。でもランキング、王様ランキングはマジで面白い。一番ハマってるアニメかもしれん。一番意味がえて。今やってて。そう、でも、鬼滅の遊郭編も始まったじゃないですか。で、この間2話やったのかな。ちょっとこの間、
のやつはなんか途中までしか撮れてなかってなんかちょっとねちょっともうテレビが古いせいか知らないんですけどちょっとねバグりすぎてて、そうなんか途中までしか撮れてな途中からそう妹が気づいて撮ってくれたんですけど、まあでもそれはあのまあアプリで見ようと思って電話はと思ってるんで、ゆうかくんもすごく好きです。私あの鬼滅推しがさねみとうずいさんなので、推しがねあの舞台推しが今回の編で推し役なので、すごくあの個人的にはとっても面白いです。そう名探偵コナンは見ないなんて、名探偵コナンめっちゃ見てるよ私。名探偵コナン小学生ぐらいからずっと見てるよ、うん、全部見てる全部。昔のやつもでもね最近のやつが毎週録画が撮れてなくて、ここ何週間のやつが見れてなくてあれなんですけど、逆に昔の名探偵コナンの方がなんて言うんだろう、うん、メタでコナン君は結構見てます。あの映画とかは割と昔の方が好きかもしれない。今のは規模がでかすぎて綺麗だし迫力もあるんだけど、昔の方が現実感があって好きだったかもしれない。だって私あの映画見れてないからね、うち。そう、あのしか言ってないけど、何を言ってたか忘れちゃった、忘れたわ、忘れて忘れたんで、そうそうそう、ももちゃんやエイトメンバーが舞台をすると声優さんとかがいるのでアニメの見方が変わった、だって あももちゃん、大西か、大西の舞台は よく 2.5 次元やられてる。 2.5 次元って結構声優さんよく出てらっしゃるから、ちょちょ切れる。警察学校編録画できてないの、そう警察学校編録画できてないんです私、まあショックなんだが本当に残念ながらできてないんですよね。そうなんです、うん、仰天かけるセリカはもうやらないのかな、だって。いやーそれはねどうでしょうね、でももう今人数いっぱい立ててるから劇場で、まあ、それでやっていくんじゃないでしょうかね。あんまり二人公演もうしないかもしれないですね。うん、あ、次のコナンくんのやつも超面白そうなんだけど、ね、超見たい、いいね押したもん、うち多分、そう多分ね押したと思う、わっと思っていいね押した気がするんだけど、あんまちょっと覚えてない、そう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 、そうなんですよ本当にね、アニメは最高だわ、大好きアニメチェンソーマン見ないの、チェンソーマンはちょっとね、うーんちょっとね、いや見たいかなと思ったんだけどちょっと黒すぎてやめました、はい申し訳、私あれめっちゃねあの続きを買いたいなと思ってるんですよね。怪人ちゃうわ、なんだっけ、怪獣3号、何3号だっけ、あれもう4巻出てんのかな、ちょっと忘れちゃったけどあれめっちゃ面白い、そう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 、そうなんです。あ、山梨のステージ、あーね、あれかハートの独占権やったやつかな、うん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 、あ、なんつったうち8号っていう3号っつった3号って言った、やばい、多分3巻しか持ってないっていうのがあったから8号かな、そうそうそうなんですよ、めっちゃ面白かったあれ、なんかすごい面白そうだなと思ってたの。チェンソーマンは
公式さんが上げてくださった動画みたいなやつあるじゃないですか、見たりとかしたんだけど、ちょっとうわちょっと古いかもしれないなと思って、ちょっと無理だったちょっと無理だった、うん、若干ね。でもその怪人か怪獣かちょっと忘れちゃった、8号さんは面白かった、うん、ゼロの執行人見たことありますか？あるある、うん、見たよ、面白いよね。主人公が強い系面白いね、うん、主人公が強い系も面白い、でも主人公が強くない系も面白いよね。でもさ、そのさ8号さんは主人公強くない系だもんね。いや強いんだが、そのあのなんていうの、得るまでは強くない系だもんね。うん、東京リベンジャーズも主人公強くない系だもんね。そうそうそう、うん、桃源乱舞、あ名前聞いたことあるけど知らないな、そう見てないかもしれない。そうなんですよ、そうブラクロとかもアスタも主人公強くない系ですもんね。なんだっけ、スペード王国のあのめちゃくちゃ強い悪魔と戦う、戦うぜってね感じだもんね。そう、最近進撃の巨人にハマってますって。でも進撃の巨人ね、進撃の巨人まだ4期までしか見てないの、うち4期まで一気見しちゃって、ほんでねちょっとね疲れちゃったからね、4期まで、あれ今5期まであるんだっけ、そうちょっと今ね見てない、もう一気見しちゃうからさ、そう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 、一気見しちゃうとね一気見が結構すごく好きで、自分は溜めてみちゃうから、そうヒロアカも今止まってるし、なんだっけ、進撃も今止まってる若干、うん、そう一気見したいなって思ってるんですよ。ジョジョは全部見ました。もうジョジョなんて結構とっくの昔に全部見ちゃったんだが、一気見したし、一気見でそう全部見ちゃった弱虫ペダル止まってんの。弱虫ペダルも一気見で全部見たよ、今やってるやつ、やってるやつか分かんない、私がこの見れるやつでは全部見た。そう、そう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 、五等分の花嫁とか見ないの、五等分の花嫁とか見ないね、なんかそういう感じあんま全然見ないわ、うちあんまそういう系見ないんだよね。そう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 、うん、あんまり見ないですね。うん、ちょっとあんまりジャンル的に、じゃ見ればハマればと思うんですけど、あまりジャンル的に見ないかな、そういうのは、はい、そうですね。でも普通に面白い、4月は君の嘘とか、3月のライオンとか、ああいうのは見ました、面白い言い方です。少年漫画好きなんですね、意外でした。あ、本当？少年漫画大好き。逆にあんま少女漫画見ないかんね、うち。そう、そうなんです。あんま少女漫画とか見なくて
あれなんですね、もうバトルバンバンが大好きで。そうそう、そういうのが結構多いですかね、見てるのは。うん、そうですね。割とそういうのが好きですね。でもそういう系じゃないのも見ますけどね。そう、あまりでもエナは割となんて言うんだろう、なんて言うんだろうな、少女漫画も見るやつは見ますよ。君に届けとか好きだよ、めっちゃ可愛いもん。君に届けはアニメ全部見たりとかもしたし、うん、僕らがいたとかも好きですし、僕らがいた漫画持ってるし、アニメも全部見たし、実写も見たし、はい、あと俺物語とかもすごく好きですよ。面白いめっちゃ面白い。あれ実写も見たし、アニメもあのやってるやつは見ました。そう、そうなんですよすごく面白いね、物語。うん、まあすごい個人的に好きですね。でもなんか少女漫画ってあんまりアニメをやってるイメージがなくて、少女漫画って結構実写が多いイメージ、私のイメージですけどね。なんか映画化とかされてるイメージがすごく多くて、自分の中ではそう結構さ、そういうバトルのさ、そのね、少年史系ってさ、すぐアニメ化結構されるじゃないですか。ちょっと人気がこうあるとアニメ化ってなって、少女漫画アニメ化があんまりなくて、実写の方が多いなっていう気がして、あんま実写見ないんで私。そうだからやっぱアニメが好きなので、結構やっぱそっち系に寄りがちになっちゃう。バンバンバトルとか大好きやった面白くて好きです。あまりだから少女漫画とか見ないな、全然見ないなとか言って、あんま見ないですね。面白ければ何でも好きです。自分にハマれば正味何でも好きです、個人的には。はい、ブラッククローバー面白かったね。面白いよね。どこまでやってるんだろうアニメ。私アニメあそこまでしか見てないんですよ。あのスペード王国に、スペード王国に悪魔がいるじゃないですか。で、そのスペード王国の強い悪魔を倒しに170話かな、うちが見たのまでかな、倒しに行く。でその力、あれ闇団長とかが連れ去られちゃって、あのアスタが悪魔と、なんか協定みたいな、なんか結ぶお友達になるなって、であのアスタのお母さんの話が出てきて、そう、その悪魔ちゃんとお母さんの話とっていうのが出てきてみたいな。そうそうそう、でもあそこでアニメって一回終わってんのかな。なんか終わり方がすごい、ここで一旦区切りますみたいな終わり方だったから、
ここでアニメは一旦終わったのかなってちょっと思ったんですけど、あの続きってあるんですかね。そうそう、なんかね、ここで一旦終わりですみたいな感じの終わり方してたんだけど、その先があとどれぐらいあるのか分かんない。実際170話ぐらいかな、そこまでしか見てないです。ほら、ハート王国の王女様いるじゃないですか、おっちょこちょいの王女様が悪魔のさ呪いに受けられてみたいな。でその妖精さん、水の精霊さんかも毒っていうかその呪いにかけられてみたいな、やばいみたいな、なんか団長連れてかれるしやばいみたいな。でほんで他の仲間たちはあれに助けられるんですよ。あれほら初代魔法帝、魔法帝と友達になろうとした強いあの人たちいるじゃん、あの人たちがってやつ。あ、そう、原作は続いてるよね多分、それは知って。でもアニメは何話まであるのかちょっと分かんないです。私は170話までしか見てなくて、そう原作はね続いてるのは知ってるんですよ。だって普通に流れてくるもん、ツイッターで。そのなんかなんていうの、そのジャンプのやつのさあれが。だから全然原作が続いてるのは知ってんだけど、アニメは多分170話までしかないんじゃないかな。だってあそこで終わってたからね、分かんないっすけど、分かんない。私が見たやつはそこまでしかなかったんです。続いてんのかも分かんないです。残念ながら私は170話まで。鹿じゃないって何？なんて言えばいい逆に。だって私は170話までしか見てないもん。じゃあ私は171話か。あ、そう、そんな細かい話数まで言わんといてよ、わからんって。そんな覚えてないって、そんな何千何百何話まであったなんて。めちゃくちゃ長いんやで、ブラクロだってさ超長いんだから。本当にそんな言われても、細かい数字まで覚えてないよ。どんだけ記憶力いいねん自分。171話だ。171話、え、そうなんだ。あ、これあーね、仕事ね、これが171話なんか。あーね、え、全171話なのに私のやつ170話しか入ってないんだわ。はあ、じゃあ私170話までしか見たことないってこと？ 171 話はどこ行ったんじゃ。はるか未来までしかないわ。え、あと1話どこ？え、待って、うちのやつさ170話までしか載ってなくてさ、170話までしか見てないんですけど、全171話、えへへ、1話どこ？そら知らんわそんなん。それ170話やと思ってるわ。いや、あと1話どこ行ったんやろ。そんなことある？ね、受けるんだけど。受ける。なんでそれのあれはどういうことって感じちゃう。何それ、受ける。そんなバナーナーなことあります？ぷんぷん。鋼の錬金術師見たことがある。あるあるある。
そう。え、ブラクロってアマプラやってんの？知らないんだけど。え、前まで載ってなかったの追加されたんじゃ。何2つあるんだ。本当だ、170話。え、どこも1話なんてないんだ。なんで？ すごい、なんじゃそりゃ。あと1話は何なん？あと1話は。めっちゃ気になんねんけど、復讐みたいな感じかな。ちょっと知らないですけど。そうなんだね。鋼の錬金術師は見てたけど、もう昔すぎてね、あんま覚えてない。結構昔じゃない、鋼の錬金術師やってたのね。実写もやってたよね。でも実写ちょっと見たことないですけど。そうなんだね、知らなかった。あんまり実写はね、アニメはやっぱアニメはもうアニメでって感じだから、実写は別物として見るのが一番楽しい。え、ハガレンってストーリーツアーあんの？え、知らん。なんかテレビかなんかで見てたんだよね。結構前すぎてあんま覚えてないね。旅に出る、エドが旅に出るじゃん、最後までしか知らん。そう。それ以降あんの？それ知らんな、うちは。存じ上げない。申し訳ない。ブリーチはまだですかね。それな、それはこっちが聞きたいわ。あー、マジで展示会行きたかった。めっちゃ行けなかった。超楽しみにしてたのにさ、もう無理ってどういうこと？ほんまにしょっかない。辛すぎる、辛すぎるんだが。しかし、もうめっちゃショックなんだけど、もう超楽しみにしてたんだよね。確かね、11月の十何日までなので、なんか休日バージョンと平日バージョンがあってね。もうね、その近辺ってコンサートもあんのよ、いろいろあんのよ。だからね、行けないのよ。ショック、もう泣きそう。わ、つらい。行きたかった、めっちゃ楽しみにしてたのに。ブリーチ。しかもね、それのさ、グッズ？え、あれ、グッズって普通に買えるのかな？知らないんだけどさ、グッズもめっちゃかっこよかったの。見た？みんなグッズのやつ。うちさ、フォローしてるからさ、ツイッターのやつね。公式さん。そう。え、めっちゃグッズね、かっこよかったよ。そう。もう、めっちゃショックなんだけど、展示会超行きたかったもん。ビエン。悲しい。仕事だ。でも仕方ない。仕事だから。もう仕事だから仕方ないのよ。仕事が一番ですから、もうそんなの。そう。いいね、仕方ない。もう仕方ないって思ったら行けば、もうね、乗り越えられるのよ。だって映画だって我慢したもん。鬼滅だって見に行かんかったし、コナン君だって見に行かんかったし、エヴァだって見に行かんかったから、もうこれも仕方ないって思って我慢しました。まあそれ、映画は仕事じゃなくて自粛だったから、もうちゃんと、もうほんとかかりたくなかったから、お利口さんに自粛してよと思って我慢した。まあ結果かかったんだけどね。 何のための我慢って感じだったけど、まあ
そう、うん、まあ仕方ない、もうあの公開されるのを待とうと思って、 DVD が公開されるのを待とうって思って我慢してます。はあ、本当に辛いの。だから呪術は絶対に見に行く。24日からですよ、24日と。でも最初の方は公開日に近いのは絶対に人気がすごいから、もう絶対に行けないの。鬼滅がそうだったように。だからちょっとさーって人がなってから見に行こうと思って、で25とか6とかとお話し会でしょ、だからそもそも行けないし、だからもうちょっと後になって人がこう、やっぱ最初のさ日ってさ、こう人がうーんっていっぱいじゃん、取れないじゃん席。だからあの方になってこうだいぶこうなってきた時に私は行こうと思って、そう思ってます。そうやっぱ人が多いのはちょっとまだねってちょっと思ってるから、ちょっともうちょっとこの波がちょっと引いたぐらいをちょっと待とうかなと思って。だって今なんてもうこう高々としてるじゃん、こう。それをちょっと引きかけぐらいになった時に見に行こうかな。ちょっとまだ人が多いのはねと思って。そう。コミックは見てますよ。呪術は持ってます。楽しみに楽しみに生きてるんです、イエーイっつって。そう、やば時間やばい、今日30分ぐらいで終わらそうと思ってたのに、あんま時間ないからと思ったら割ともう時間がない。終了しようと。13位パッピーさん、12位ロンさん、11位ヒカリンエクエクスさん、強いかつな勝ち8号の4号か、あー見えない、なんじゃこりゃ。 送ってくれんの嬉しい、超楽しみにしとくわ、待ってます。9位マックセイトさん、8位マーニャンさん、7位ヤングさん、こういうにも食事時間だから見ている、イエールとご飯時間とかぶったのか、よかった。6位ナッティさん、5位ゼリーさん、4位大木まさやしさん、3位ヨッピーさん、2位アキヒコさん、そして今日の一位岡谷さんです。はい、というわけで今日見ていただき本当にありがとうございました。それでは明日は雫公演、久しぶりの、意外にね3週間ぐらい空いたらしい、意外じゃない、私もうちょっとあれかなと思ったんですけど、2週間ぐらい空いたので久しぶりの雫公演頑張りたいと思います。来てくださる方、オンデマンで見てくださる方お待ちしております。というわけで、まあ明日のショールームはどうしようかな、ワンちゃんちょっと微妙ですね知っとる。そう微妙です、ちょっと微妙です、微妙です、後で考えます。そんな感じで、あとなんかあったかな、あともう EX 大衆がさ15日に発売されたやろ、だからもう1ヶ月来るんですよ、もうあとちょっと、もう多分ねそろそろ締め切りなんで、皆さんアンケートしっかりちゃんと投稿しましたか、ちゃんとしましたか、なんか755のコメント見てると忘れてたみたいな、オフショットで気づいたみたいな人がいたので、皆さんお忘れなくよろしくお願いいたします。アンケートのほどまだだったよって方はぜひよろしくお願いいたします。そうですね、まあ、あとはもうお話し会かな、次ワンチャン皆さんに会えるのは。で劇場じゃない、コンサート、1月のコンサート
とかですかね。はい、というわけで、はい、今日も見ていただき皆さん本当にありがとうございました。あ、1時間、あともうちょっとで1時間だ。まあそんな感じでですね、こんな感じでございます。もうあとは特にないですね。あと2月のあとリクワだっけと2月のコンサート、頭のコンサート、元のチームと新チームでのコンサートもあるので、ぜひぜひぜひ、嬉しいですね皆さん、コンサートがまたこうやってたくさんできるようになりましたよ。皆さんの大好きなコンサートがこうやってでも皆さん気を抜かずしっかりと手洗い、うがい、マスク、いろいろと除菌だったり、気を抜いてはダメですからね皆さん。また戻ってしまいますから、またいろいろ今またね新しいのが出てきたりとかしてて結構危ないので、皆さん気を抜かずに、もう気を張っていたとしてもかかるときはかかるんですよ本当に。どんなに気をつけていたとしてもね、かかるときはかかるんですよ本当に。その通りな、もう身をもって私が本当に体験したので、もう本当にマジで悔しいやん。そんな皆さん気をつけましょうね。そうなんで皆さんお気をつけて、はい、マジで顔芸言うな顔芸言うな。ではでは皆さんまた、明日のショールーム、ちょっと明日のショールームね本当にいつしようかちょっと悩みどころ、まあちょっと分かんない、ゲリラでやりますはい、じゃあまた明日のショールームでお会いしましょう。バイバーイ。